ジャニーズ事務所藤島ジュリー景子社長が動画で謝罪というニュースもありましたけども、性加害問題のニュースってでメディアが報じない報じないっていうところ、まあ、ここばっかりすごく僕のこの YouTube も切り取られて発信されるんですけど、圧倒的に悪いのはこの性被害に遭ったんだっていうことを訴えている、それが本当なのであれば性加害をしたジャニー喜多川さんが一番悪いわけですよね。もうお亡くなりになってますけど、でもこう認めてますからね、もうジュリー景子社長が知らなかったと、知らなかったで許されるわけじゃないけど、知らなかったと、こういう行為自体は決して許されることではないと、これを報道しないとかコメントしないとかってなるのは、僕は一旦悪いのは誰かってことを議論しないと、ここ一緒にごっちゃにしちゃうと良くないなって言ったら、なんか報道しないことをかばっているみたいなので切り取られちゃうんですけど、論点を整理しましょうっていうつもりで僕は言ったんですけど、前回も報道しないテレビ局とかラジオ局とかがなんで報道しないのかって言ったら、しっかりとした情報を得て、しかも僕なりに考えた結果、これをマスメディアが報じないのって、もしかしたら他の方も被害に遭われた可能性がある、それを今こんだけ時間が経った後に本当なんですか、ああなんですかってジャニーズ事務所の所属の人たちに僕投げかけるのは、それはそれでおかしいなと思っていて、コメントするべきだコメントするべきだって言うじゃないですか。でメディアで喋ろメディアで喋ろって言うけど、喋りたくないことあるでしょっていう、被害に遭っていたらもう二度と思い出したくもないっていう状況の中で、その人に対して喋ろっていうのは僕はやっぱおかしいなと思うので、だから報じないことをああだこうだ言うのはなんか違うと思うんですよ。でテレビ局とかが今まで二の足踏んだ形に見えたのって、しっかりした情報を流さないといけない、流すことによって被害に遭った人が嫌な思いをするんじゃないかっていう配慮、ここだと思います。だけどそれをなんかメディア不信になるわとか、メディアもっと報じろとかっていうのはもう全然論点がおかしくて、僕はこの件に関して悪いのはジャニー喜多川さんでしょ、圧倒的にそうでしょ、だって加害者なんだから、お亡くなりになってるとはいえ、ここが薄れたまま報道機関がとか、ジャニーズ事務所のタレントの人がもっと発信しろとかっていうのは、僕はなんかおかしな議論になってるなというふうに思いますね。はい、ガチャピンさん、僕が守ってたじゃんって言いますけど、何を僕守ってます？僕これだけしっかりとコメントしてますけど、忖度って覚えたての言葉みたいに忖度ってこのミファさんとか使いますけど、忖度って世の中にあるでしょ。で、悪い忖度もあればいい忖度もあるって僕は思ってますけどね。あなたたちみたいに安全安心な場所で、素性もそのよくわからない状態、どこの誰かわからないっていう状況の中で、そうやって軽々しくポーンとこうコメント投げられる人、おかしいのはジャニー喜多川さんで、マスコミがこれ報道しろって言うけど、いや報道し始めてるでしょ、問題になってるから。で僕ずっとコメントしてきてますよ、まだここまでニュースになる前から、ちゃんと自分の YouTube で。政治家に対して忖度があるとかって、俺そんな忖度はダメだと思うんですけど、他にも世の中って忖度まみれでしょ。で忖度があるかないかなんて立証しようがないことを、忖度だっていう、忖度がっていう人たちいますけど、もうよほど何か否定したいことを見つけちゃガーガー言ってる人たちとしか思えなくて、本質はこういう性加害が、自分の立場を利用した性加害っていうのをなくさなきゃいけないっていうところを議論しなきゃいけないのに、なんかずれてるような気がしますね、忖度がの人たちが。で、あなたの周りって忖度がそんなにないクリーンな場所で生きてんですかっていう、なんていう地域で生きてんですか、全く忖度がない地域。まあ、忖度がいいか悪いかは置いといて、忖度がだけじゃ何も解決しないと思いますけどね。さっき忖度がって言ってた人たち、ぜひズームに入ってきてほしいんですけど、
まあ、こんなこと言ってたらまた論点ずらしみたいなこと言われるんでしょうけど、忖度がない世界に生きてらっしゃるんですか？人の忖度をそんなに否定できるほどあなたは忖度しないで生きてんですか？僕忖度しますよ。だこれがなんか利権にまみれた忖度とか、そういうことはしたくないですけど、でも少なくとも一緒に仕事をしている人たちへの配慮だったりとか、同じ現場にいる人たちの配慮は当然ながらするでしょ。この件に関しては、藤島ジュリー景子社長が謝罪動画を出して、今、いろいろとね、どんなことがあったのかっていうのを、当事者の方の思いとかを踏まえながら、だってもう本当に話したくない人いると思いますよ。若い少年時代にそういう性被害に遭ったことをもう二度と思い出したくないんだっていう人たち、のことも考えないといけないと思うので、コメントしろコメントしろっていうのは僕はやっぱおかしいと思うし、そのことを踏まえて調査しないといけないってなるので、すごい時間がかかる問題だと思います。自分自身だったらどうですか？何年前の話なのかわかんないけど、過去にそういうことがあってもう二度と思い出したくないってことを今こういうタイミングで無理やりほじくり返されてコメントしなきゃいけないってなったらコメントしますか？僕はもうコメントしませんけどね。なんでわざわざコメントしなきゃいけないんですかっていう。調査もしてほしくないっていう人のことを尊重するべきだと思うので、当然いていいですよ。いや、こんなことがあったってことがずっと胸の中で突っかえてて、今こういうタイミングだから言いたいですって言う人がいてもいい。だけど言いたくないっていう人も同時にいていいでしょ。この件に関しては。僕だったらほっといてほしいって思うので。まあ、NHK が特集組んだりしてるわけですよね。性被害に遭った人の。ちょっとその番組を僕は見れてないからわからないんですけど。これ立憲民主党が16日にジャニーズ性加害問題でヒアリング開催ってなってますけど、ここに関しても言いたくない人から無理やりヒアリングするってことも避けてほしいなと思いますし。ただニュース番組で取り扱うか取り扱わないかみたいなところを、忖度だ、忖度だって言って、事実をそのまま報道するってことはしなきゃいけないとは思いますけど、ものすごく難しい問題だってことも同時に考えてほしいなとは思いますけどね。誰が悪いのっていうところをまず議論しないとじゃない。二度とこんなことあっちゃダメでしょ。性的関係を迫って、で、その性的関係を持つと、なんか仕事がもらえるとかっていうのって僕はあっちゃダメだと思うので、これからいろいろと日本のメディアももっとね、報じるんじゃないですかね。ちゃんと分かってきたら。ほっといてほしいって人はほっとくべきだって僕は思います。何でもかんでもメディアに出てる人間なんだから全部包み隠さず喋れっていうのは僕はおかしいと思いますけどね。ただ異常な会社だったっていうことは事実でしょうね。こんなことがあるんだから。こんなことがあったんだから。俺だって結構ギリギリの綱渡り的なコメントしてますよ。まあ別にいいけど、俺は思ったこと言うから、どの道。でもおかしいじゃん、この事務所の成り立ち方って思いますよ。それは、ジュリーさんもそう思ったから会見したんでしょうしね。ジャニーズ事務所という会社が性加害問題を受けて、どういうふうに会社が変わっていくのか、どういうふうにアナウンスしていくのかっていうのは、僕は見守っていきたいなと思いますね。